どうかなと思って、まあ、うちの会社の株主総会でちょっと行きたいなと思ってますので、ね、それで今日初めてご一緒にお邪魔することになりました。いや、希望はないんですよね。だからまあ今回そういう意味では初めてだけど、あ、少し興味がありますね。今日は黒モンクティということなので、うちの、 このゼロという商品をご紹介したいと思っています。はい、で、これ黒モンクティ全部こうセットになっていて、全部必要なものが全て揃っているとい こうパッケージ印象付きで、こちらにあるように、はい、細かいこの小さなものまで、はい、全てセットになってご紹介させていただくという形になります。はい、じゃあ早速ちょっとお選びいただいて。はい、なかなか実際に見ることが少ないと思うんですが、ご自身でお好きな絵柄があると思うので、その好きな絵柄を、でこれがヤマト山水、はい、この中から一番最初のが僕はいいかな。一富士二鷹三なすびですね。違いがあったりするので、必ずちょっと大きな画像で、でこれ表も使えますし裏としても使う、うん、こんな風に色がいろいろあるので、はい、こう袴をつけることと黒紋付きを考えると、色のバランスがこれがいいかなって思った次第です。もしお好みがあれば別に全然構わないんですけど。ということで一応選ぶものは全て終わりましたので、はい、ご自身の採寸をさせていただきたい。運動させる感じで、はい、ありがとうございました。はい、いえいえ、こちらこそありがとうございました。初めて着物を着るっていうことで、まあ、自分自身ちょっとどんなものだかわからなかったんですけど、帯とかいろいろ見せていただいて、ちょっと興味が湧くというか、やっぱり品物が良いんだなっていう、そういう印象を持ちましたね。どんな形に仕上がるかちょっとわかんないんですけど、はい、それは楽しみにしてます。